こんにちは、岡田です。今日もよろしくお願いします。このチャンネルは主に女性に向けて愛をテーマに配信しています。たくさんの恋愛をしたいとか、ハイスペ男性をゲットしたいとか、そういう話はしてません。そういうのが好きな人は他のチャンネルに行ってください。このチャンネルにはたった一人の男性と深く長い愛を作るための方法とかを教えてますね。今日はね、男性から尽くされる女性になるための方法を教えます。今までもたくさん教えてるけれども、かなり実践的な内容を教えていこうと思います。尽くされる女になるために、愛される女になるために、何が必要かっていうのを教えてきます。ただね、男性から一生くさを教えていきます。 されるとか男性からずーっと愛されるってそれはねそんなに簡単なことじゃないよなだって男性は一生あなたのために頑張り続けるってことやからだから世間であるたった3つのことやったらいいとかこのセリフを言うだけで100%尽くしてくれるとかそんな簡単なことではないんやなあなたには本当に男性から尽くされる女性になってほしいと思いますじゃあいきます愛され女になる男性が私のためにいろいろ頑張ってくれる男性が私に尽くしてくれるためにはなたくさん方法あるわ 例えばこれしてくれたら私はエッチさせてあげますよ。これ一番簡単なやつやな。高価なプレゼントをくれたら私はあなたの彼女になるかもしれませんよ。とか、この餌を見せて男に頑張らすっていう行動は、これ一番初歩的な簡単なやり方や。でもこれはうまくいかんって言ってるやろ。なぜなら、追わして逃げて、追わして逃げてって言ったら、男がこれ疲れてまうんや。 だそしてあなたはずっと餌を見せ続けなあかんやろこの餌自体があなたそんなに餌持ってる絶え間なく彼の欲求を与え続けるような餌を出し続けるっていうのも相当難しいことやねん。そしてな、そういう餌を見して逃げる、餌を見せて逃げるっていうこの打算的なあなたの気持ちが彼にはいつか伝わって、彼はいつかあなたのこと嫌いになるわ。だからこのやり方は絶対やらんといけな。男性に尽くしてもらおうと思ったら男性があなたに何かをしてあげること、あなたを幸せにする行為で彼自身がめちゃめちゃ喜びを感じる。 なないといけないとけのここまでわかるるよよなないつもこれ言ってるよなで一番簡単な彼があなたのために何かしてくれた時に彼が喜ばすことはあなたが感謝をすることあなたが正直に喜ぶこと彼の想像以上に喜ぶことそれで彼がめちゃめちゃ満足して嬉しいんやっていう話はいつもしてるやん。これはでもな一番初歩的なな簡単な 方法やね今日はちょっと高度なこと、もっと男性の欲望をえぐる内容を話していきます。最初の話に戻るけれども、男の人があなたに尽くすためには、あなたのこと好きだけでは無理ないな。なぜかというと、好きだけやったら今のあなたを喜ばすためだけの努力しか彼はせへんのよ。そうじゃなくても、愛されないといけない。愛されるってことは、あなたが本当に幸せになってもらうたいってことやねんな。 だからあなたがこれやってくれ、あれやってくれとかじゃなくて、そ要求するんじゃなくて、彼が自らあなたに幸せになってほしいと思って、彼が自ら考えて、あなたのためにめちゃめちゃ努力をしてくれる男にするのが最終目標なわけ。難しく感じるやろ。それは難しいやろ。男を一生頑張らされるのは難しいよ。でも難しくないよ。できるから。あなたが男性から尽くされるためには、彼があなたのことを心から愛した上で、ここがすごい大事ゃないけど、男性があなたに対して愛する行為をしたことが、それ自体が男性の喜び となるような関係じゃなくてはならないの男の本能を使う さあ、男性があなたのために、あなたの幸せのために彼が努力をし続けてくれるためには何が必要か男のどんな本能を利用するか結論から言うわな。男があなたに尽くす行為、あなたが喜ぶ行為をした時に、男が自分がしたその行為自体に喜ぶ欲求は何か察しの言い方とか、今までの過去動画を見てくれた人はわかると思うけれども、言います。ヒーロー願望ですね。ヒーロー魂です。男はヒーロー願望があんねん。ヒーロー魂があんねん。それも自分の彼女を幸せにしたいというヒーロー願望が あるのよこれはね、本当の男が子供の頃から持ってる欲求やねん。このチャンネルではいつも別の言葉で言ってるよな、ね。男は自分の力で愛した女性を幸せにしたいと思ってんねん。だからあなたは男性のした行為によって幸せだと感じたときは、思いっきり喜んで感謝して彼に喜びを伝えてなって言ってんねん女性はここをちゃんと確認して覚えといてな。忘れんといてな。 男の人はヒーロー願望があるね。子供の頃からみんなヒーローもの好きやんか、男。まあ仮面ライダーとかあったんやん。ウルトラマンとかあったんやん。スーパーマンとか、まあスパイダーマンとか。まあいろいろあるやんか、ヒーローものが。でも全部ヒーローやんか。あれは誰かの役に立ってるやんか。誰かのためになってるやん。誰か困った人を助けてるやんか。ちょっと考えてや。あの人らな。スーパーヒーローな。スーパーヒーローものな。あれは男性の欲望をくすぐるようにできてるから。あのスーパーヒーローの人って人を助けることをいやいや,やってる。体重が出てきてみんな困ってるで、いう時に、うわ、行かなあかん のがんどくさいいななとか言うてないやんゲームしたいしとか言うてないやんかもうきたんとか言うてないやん自分で喜んでいっとるやんそうやねん彼たちヒーローは困ってる人たちを助けることが喜びになってんねんそれが使命やねん彼の仕事であり使命やし彼らは困ってる人を自分の力で助けることによってすごい嬉しいわけ男のヒーロー願望は自分の力で人を助けたいと思ってんねんそれがな それが普通みんなヒーローみたいな力ないやんか。世界で困ってる人たちをみんな助けられるような力は男にはないのよ。でもや、ね、自分の愛した女性を助けることっていうのは可能でもあるやん。だから、だから男の人は自分の愛した彼女にはこのヒーローになりたいっていう欲望がもうめちゃくちゃあるんよ。本当に強く強くあるんだよ。だからあなたが男性から尽くされるために、愛され女性になるためには、彼をヒーローにしてあなたはヒーローの力で助けてもらう存在になったらいいやんや。 ここが一番肝心のポイントやからちゃんと覚えておいてや。もう一回ここまでの話まとめようか。 男の人はヒーロー願望があるね。これはもう子供の頃から持ってる男の欲求やね。自分の力で人を助けたいという欲求がすごくあるね。でもそれって現実的には無理やんか、世界中を助けることって。だから自分の身近な人、自分の彼女を自分の力で助けたい、自分の力で幸せにしたいという欲求が男はめちゃくちゃ強いんです。これは男のヒーロー願望と女性への欲求と社会性とかいろいろなことが絡まって、男の人はこの自分の愛した女性にだけは 認められたりとか、自分の力で幸せにしてあげたいとか、自分の力を表現したいとか、何か社会に貢献したいとか、すべての欲求が絡まって、これは強く強く最高に大きな欲求となって持ってんねん。ここをちゃんと覚えておいてください。彼が2つのヒーロー魂を持ってる。 男の人にはヒーロー魂が二通りあるんやな。一つはさっき言った自分の愛した女性、彼女、奥さんを自分の力で幸せにしたいっていう欲求な。もう一つは社会に向けたヒーロー魂や。男性は昔から自分の家族を守るっていう使命があったし、もう一つ自分たちの村とか集団を守らなければいけないっていう使命もあったんや。だから家族だけじゃなくて村とかこう仲間とかの集団を良くしていくという、この欲求も強くあんねん。だから男性は仕事欲とかも強いやんか、社会に向けて自分は何者かになって、何か目的のために貢献 したいいとう欲求がものすごくある、ね、ここが実は男性との付き合いのすごい難しいところで他の動画でも何回も言ったけれども女性は結構100%近くの力を集中しがちやねんけどな男性は恋愛も大事やけれども社会での貢献とか仕事に対する欲求も同じぐらいとかそれ以上というか相当強い力でこっちに力を使いたいねだからこれが恋愛の難しいところで男が結婚を絞りがちなところでな社会で何かを成し遂げたい意味のあることをしたい何か目的を持って社会の貢献をしたいっていう欲求が本当に そこを満たすまではまだ彼女とか恋愛とか結婚とかに向けて力を使うというかこっちで約束することができないっていうジレンマが男にはあんねん。でもこれはな心の奥底に持ってる欲求やからいまいち自分の中でも意識してなかったり言語化してなかったりするから厄介や男は。ここを女性が分かっとけば女性は強く魅力的なの。 わかるめっちゃめんどくさいやんか、男のそういうところ。女性は恋愛に集中しやすいやん。女性は自分の家庭とか自分の作り上げたチームとか、自分と彼の関係とか、まあそっから子供とかできたり家庭とか、そういう小さなグループ、コミュニティをすごい大事にするやんか。それは素晴らしいことやん。でも男性はここに全部の力を費やさへんのよ。他に絶対あるの。でもこれは男性が男性たら言えんやし、この男性の存在があったからこそ、皆さん村社会とか、あなたのチームとか集団は強く大きく安心になっていくんやな。まあ、これは昔の話や、ね。 でも男にはそういう本能があるしそういう使命があるんやな男は社会的なミッションを家庭とか愛する人と別に持ってるのよめんどくさいとこやで、ね、男のなめちゃくちゃめんどくさいとこやけどもここを女性に理解してほしい男のこの2つのヒーロー魂の欲求を理解しているとあなたは男性のヒーロー魂を上手に利用できる女性になれるわけすごく大きなポイントやで、ね チームになる。すごく難しいことを言ってると思います。なぜなら、女性はこの欲求を持ってないからな。まあ、男性、女性でこれだって断定するのが良くないけど、こういう傾向があるんや。た,たや女性はこの男女の関係をすごい重要視してます。男性はこの男女の関係もすごい重要視してるけれども、それ以外に社会的なミッションも重要視してます。これは二人の気持ちがバラバラになるの仕方ないんや。絶対これは合い見えへんやんか。だって女性はこの関係をすごい大事にしてよって思ってるけれども、男性はこっちも大事だけれども、社会的なミッションも大事やねんって言ってたら、 ここやねん大事なこと。一般の女性はそうやねん。一般の女性はこんなに許されへんよ。腹立つよ。こっちのこともっと大事にしてよ。その社会的なミッションなんかいらんよ。こっちのことまず大事にしてから社会的なミッションをやれよって思うけど、これが普通の女性やねん。 だからあなたはチャンスがあるのよ。あなたは今このチャンネルで男性のこの社会的なミッションと自分の愛した女性を幸せにしたいというヒーロー魂な、この二つを持ってるのが男やっていうのを知ってるわけやんか。ここであなたは男性のこの二つのヒーロー魂をちゃんと理解してあげてほしい。この理解ってめちゃくちゃ大事よ。男性に限らず女性もやけど人間は人は理解してもらえるっていうのが究極の喜びです。自分が何を目指してるのか、自分が何が好きなのか、自分がどういう方向に進みたいのか、自分の将来の夢は何に なななのかかっててて全部理解ししくれてたらこんな嬉しいことないやんん嬉いいとやそしてこの男性のヒーロー魂な社会的なミッションがあるっていうのは男性はいまいち理解できてなくて心の中でモヤモヤしてる人もめちゃくちゃ多いねそこを全てひっくるめてあなたは理解してあげてほしいね男性はそういうもんやねそこを理解してくれる女性のことなんかもうこんな人おらんからめちゃくちゃ嬉しいね何が嬉しいかわかるもし例えばね彼が社会的なミッションとして自分の仕事に誇りを持ってるとするやんか何の仕事の誇りかって言ったら、まあ、例えば彼が介護士の仕事 仕事をしてるるとするやんかお年寄りの生活のサポートすごい頑張ってる彼やとするやんね彼はこのお年寄りのサポートにめっちゃ人生をかけてるわけよめっちゃ使命感を持って責任感を持ってここに取り組んでるわけよそれとは別にあなたとの関係もすごい大事にしてるわけなここをあなたは理解してあげてその仕事に対する彼の感じ方とか彼が責任を持って介護の仕事をした先にどういうものを見ているのかどういう将来像を描いてるのかとかをあなたはそれをな理解してあげてほしいねすると彼はその仕事に対して に対してて自分のの中だけで頑張ってるのってこれしんどいのしんどいというかまあ頑張りよるで、ね。でもここをな、例えば、成果を出したときに、例えば彼が仕事で自分が納得する成果を出したときに、あなたがそれを理解してあげて、評価してあげる、褒めてあげる、一緒に話を聞いてあげる、共感してあげる。これだけでどんだけ嬉しいの例えば誰か男性がな、オリンピックのスポーツで金メダルととととしようがな。柔道でも何でもいいやし、金メダルとととしましょう。これ、金メダルとととに誰も評価してくれなかったらへこむやろ。オリンピックやったら みんんな見ててるるから評価絶対しくれるねんけどじゃあ例えば世界を救うような薬草を見つけることに使命を持っている男性がおったとするやんか。でこの人はこの薬草を見つけた。そして育て方も知った。これで世界中が助けられたんやけれどもこれを誰にも言えんかったらこんな悲しいことないやんか。世の中の男性のほとんどはみんなそういう風にして仕事と向き合ってんねん。そんなもん自分の仕事が世間的に評価されてみんなから称賛されてすごいね言われて自分がその仕事に対する気持ちを表現できる場がある人なんかほんと一握りでさ。みん な自分一人のの中で仕仕事事にに対対する意義を見つけけててててとか社会に対して向けて頑張ってんのよそこを愛したあなたが理解してあげて、その彼の目的のためにチームとなって、あなたもそれを応援してあげて、サポートしてあげる。別に物理的でサポートじゃなくてもいいよ。気持ちだけでもサポートしてあげて、話を聞いてあげて、もう心で背中を押してあげる。これだけでどんだけ男性が嬉しいかよ。 彼の目標を尊重してあげてください。さあ、こんな話がなんで彼があなたに対して尽くすことにつながるのかっていうと、これをすることによってあなたは心の底から彼に愛されるね。こんなことしてくれる女性は他にいないし、彼はすごい充実感を持って、あなたと社会的なミッションを二つ同時にやっていけるようになるわけ。こんな幸せなことないね、男として。これをするとあなたは必ずめちゃくちゃ愛されるようになります。そしてこの愛された上で尽くされる方法っていうのを具体的にたくさんやっていこう。 それについてはまた逐一動画で配信していきます。今日大事なことは尽くされるためにすごい大事なことな。彼のヒーロー魂をちゃんと理解して刺激することの必要性っていうのを言いました。ここが分かってる女性と分かってない女性ではもうあなたの愛され方のレベルがぐーんと何倍にも変わります。はい、今日はここまでです。今日は女性が理解しにくいであろう男性のヒーロー魂について話しました簡単ではあるけれどももっと奥深いものでもあるから、また詳細は 逐一教えますじゃあ皆さん明るく元気に恋愛も婚活も夫婦関係もパートナーシップもコミュニケーションも人生全部一緒に頑張っていきましょう。じゃあね、バイバイ。